塩見、担架で運ばれる。なんやあんたで全力疾走の塩見。それた早急を取ろうとした岡本を避け、レース通過後に転んでしまう。ああ。滑ったな。え、マジ？試合開始10分なんやが。また塩見が。ファーストと接触したん。してない、ちゃんと避けた。ああ嫌な踏み方やな。膝円な角度に曲がったな。岡本気まずそう。こんなに簡単に怪我するもんなんやね。下手したら人体あったかもしれんな。今年も塩見抜きか。打線を引っ張ってくれるやつがいなくなる。あ、これなんか既視感か。これはもうダメかもわからんね。これ結構ヤバそう。この前も先頭打者ホームランで滑ってたよな。1打席目魔境すぎるだろ。神宮の妖精。鬼のみたいやな。塩見も出力が落ちたら捨てらんくなるんかな。また1打席で交代かよ。無事これ名馬って本当真理だと思うわ。結構ヤバそうやな。